彼との出会いによってトップシンガーへの道を駆け上がった華原朋美。運命を変えた出会い、そして別れまでの一部始終を今赤裸々に語る。このエピソードは我々もよく知っております。そうですね、あの方との恋愛話と、はい、いうことですね。はい、あ、それを語っちゃうんですか。あの方ですって。ダメですか。いやありがとうございます。どうしても僕らね、なんか触れちゃいけないような気持ちでこれまでね、ともちゃんに接しましたけど、私も触れないようになんか逃げてた部分もたくさんあったんですけれども、なんか時間が経つと、やっぱりそういう傷っていうのは、どんどんこう優しいものに変わっていくんですね。だから私はそこにたどり着くのが信じられなかったですけど、やっと今の自分になれたので、いろいろ話しさせていただこうかなと思ってます。よろしくお願いします。1995年、まだデビューして間もない一人のグラビアアイドルがいた。遠峰ありさ、後の華原朋美である。ありさの夢はテレビに出ること。また落ちちゃった。落ちても落ちてもめげずにオーディションを受け続けていた甲斐あって、とある深夜番組に出演。20歳の時ですか。それが運命の扉を開いた。きっかけはライブハウスで行われた番組の打ち上げでのこと。今日はお疲れ様。あ、そうだ、はい、ちょっとアリサちゃんに会いたいって言っている人がいるんだよ。え、私にですか。向かった先に待っていたのは彼だよ。飛ぶ鳥を落とす勢いでヒットを連発していた音楽プロデューサーだった。はじめまして。どうも、はじめまして。突然の出来事に戸惑うアリサ。しかし優しく話しかけてくれる彼の姿に次第に緊張がほぐれた。聞けば以前から番組のファンでアリサの存在を気に留めていたという。たくさんの人たちがいる中でもなんかこう気を使ってくれたんですよ。ものすごく喉渇いてないとか、お菓子なんか食べるとか、有名人なのになんかそういう気遣いができる方ってなんか想像がつかなかったので、それが彼との初めての出会いだった。それからアリサは彼がよくイベントを行っていたこのライブハウスに連日のように足を運んだ。ところがある日、体調不良をして出かけた彼女はライブハウスで倒れてしまった。とそこへ。アリサちゃん、熱あるんだって。少し、でも大丈夫です。あ、無理しないで、寝てていいから。アリサにはどうしても渡したいものがあった。これ自分で作ったんですけど、受け取ってください。その日はバレンタインデー。憧れのプロデューサーだった彼がその日を境に特別な存在になった。それからアリサは彼の仕事場であるレコーディングスタジオへも顔を出すようになった。そんなある日、何気なく口ずさんだ歌声を耳にした彼は言った。ちょっとこれ歌ってみてくれるかな。え、そんな歌えないですよとかっていうふうに言ったんですけど、うん、ちょっとだけでいいからさ、ちょっと恥ずかしいかもしれないけど歌ってみてっていうふうに言われて、戸惑いながらも、もともと歌うことが好きだったアリサはのびのびと歌い上げた。楽しかった。ところがその後、意外な反応を目の当たりにする。僕は君を歌手として育てたい。え、私が歌手っていうふうには思いました。こうしてシンデレラストーリーは幕を開けた。彼との出会いからおよそ3ヶ月、遠峰ありさは華原朋美になった。
セカンドシングルで早くも売り上げ100万枚を突破。カハラは日本レコード大賞新人賞、日本優先大賞最優秀新人賞など数々の賞に輝く。翌年には自身最大のヒット曲となる I'm Proud をリリース。160万枚という驚異的なセールスを記録した。成功への道、それは全て彼との出会いによってもたらされたものだった。そんな彼女を取り巻く環境は一変する。自分を見る周囲の目が以前とは完全に違うものになった。すでに一緒に暮らし始めていた2人だったが、しばしば最高級ホテルのスイートに宿泊、ゴージャスな時を過ごした。出会い、どうも、はじめまして。そして歌手デビュー。いくつもの偶然が重なり生まれ変わったシンデレラ。彼女はこの幸せが永遠に続くものだと信じていた。いや、本当なんか映画を見てるような、まさにシンデレラストーリー。ショート漫画みたい。紅白歌合戦であの方が弾いて、はい、彼女が歌った時、こんな芸能界でこんなことあるんだと思ったもん。嬉しかったです。もうラブラブでさ、でも満面の笑みで歌ってたのよ。小倉さんはご覧になってますよ、日本レコード大賞とか、うん、バリバリ見てますよね。そうでしょう。私今バリバリ見てます、ね、みたいな。ありがとうございます。もうね、くーちゃん可愛いわと思って。いやもうね、そんな大先輩にがねっていうので。いや、でもやっぱりこの後、見ない方がいいんじゃない。いや、いきません。皮肉にもこうした華やかな成功が2人の距離を遠ざける原因になってしまったんですね。では続きをご覧ください。彼との出会いによってミュージックシーンの頂点へと上り詰めたシンデレラ。精力的にリリースした作品はいずれも爆発的ヒットとなり、ミリオンセラーとなる。ちょうどその頃、もしもし。あ、ごめん、今日もちょっと帰れないから。カハラは彼と暮らすマンションで一人過ごすことが多くなっていた。彼は多忙を極めていたのだ。いつも一緒にいた彼が姿を見せないことも多くなった。はい、トムちゃん OK、 今日はこれぐらいにしとこう。はい。大好きな歌にさえ集中できない日々が続いた。たまに彼が家に戻ってきても、今までどこ行ってたのよ。疲れてるから後にしてくれ。私その当時20歳とか21歳ぐらいで、もう大好きっていう気持ちだけしか持てなかったんですよね。彼はものすごく忙しくて、ものすごく売れっ子で、寝る時間もなくて一生懸命な日々を過ごしていたのに、私がすごくこう甘えすぎてしまったんですよね。カハラが売れれば売れるほど皮肉にも二人の距離は遠ざかっていく。それでも彼はヒット曲を作らなくてはならなかった。歌手カハラ智美のために。疎遠になった生活に耐えきれず、彼女はマンションを出た。追い打ちをかけるかのように実家に戻ったカハラをマスコミは執拗に追いかけた。弟が一生懸命説明をしている姿がテレビに映ってたりとかする、その状況を見て、ちょっと辛かったですね、私がきちんと責任を取らなきゃいけないことを、そういうことができなくて家族に迷惑かけたっていう。
心身ともに疲れ果ててしまった華原。その時あるアーティスト仲間の結婚を知った。なんで私たちはこんな風になっちゃったんだろう。そして私も幸せになりたい。華原は意を決して彼と住んでいたマンションへと向かった。尽くしても分かり合えない人もいた。喧嘩してもすぐに仲直りしていたあの頃、今だって彼と会って話せばきっとやり直せる。しかし、その時華原が見たものは、彼とやり直すためにマンションに戻った華原。しかし、すでにその部屋はもぬけの殻になっていた。そのまま失神してしまった華原。破局は決定的なものとなった。体調を崩した彼女は休養を余儀なくされる。二人を理想のカップルと憧れていたファンからは失望した、信じていたのにという手紙が何通も届いた。そして心ないファンからはこんなものも。それは真っ二つに割られた CD だが、この時それまでにはなかった新たな感情が芽生えた。ちょっと悔しい自分もいたんですよね。彼がいないと華原朋美は成立しないとか、こうそういうふうに思われてる自分もいたので、私には歌しかないっていうふうに思いました。そうして今まで以上に歌への情熱を持って自らの足で歩き出した華原。試練を乗り越えた今、あの時を振り返って彼女はこう語る。ありがとうってすごく思います。それは彼に対して。だって彼がいなかったら私は歌手にもなれなかったし、ただもしも私が歌手になっていなかったら、彼とずっと一緒にいたかったです。そしてなんかいろいろ恋人としてなんか尽くしてあげられることがたくさんあったんじゃないかなっていうふうに思います。思えばこの恋は彼が華原の才能を見出してしまったがゆえに終わってしまったのかもしれない。それでも彼女はこの失恋を乗り越え、アーティストとして一人の女性として新たなシンデレラストーリーを歩み始めている。まあ、計らずもおっしゃってましたけども、そうか、歌手になってなかったらずっと恋愛関係を維持できたかもしれないっていう思いもあるわけですね。やっぱりそっちの方が先だったの で、 でたまたまスタジオで歌わせてもらった時に、彼が歌手になってみないかっていうふうに言ってくださったので、それがきっかけで歌手になれたわけじゃないですか。だけど、それがなかったら今はないし、ちょっと、わがままなんですよね。だから小倉さんどうご覧になりましたか今。同じ女性としてやっぱこうすごいなって、こう一歩進めることが素晴らしいなっていうか、もし同じ立場だったらどうなってしまうんやろうとか、すごいなんか自分のことのようにすごく考えちゃいましたよね。
ちょっとウォータープルーフってちょっと実は嘘で、こうまさかなくとはみたいな。ごめんね。いやでも本当にちょうどだから今20代前半でね。そう、まさにあの頃です。やっぱこういう経験をして恋をしてこう彼に失恋、私絶対別れたらもう絶対話したくないタイプなんですよ。もうそうなの、さよならみたいなタイプの人なので、ちゃんとこうあの自分の中で消化してちゃんとこう歌うってことをもう一度考え直す、ともちゃんすごいなって、私はすごいさすが先輩なっていうか、素晴らしいなとすごく、思っちゃいましたね。どうすか見てこう、あの方も悪くはないですよね。なんかこうアーティストとしての道を歩んだっていう感じ。今聞いてもお互いに良かったですよね、今聞いても。それで、その二十歳の時に恋とプライベートの差はつかないと思う。好きだったら常に一緒にいたいし、そうですね、寝る間惜しんででもね、なんかずっと一緒にいたい、いたいよね、そんなカハラをずっと作るために、あの方はあの方も寝ないで、カハラが寝てる間に作詞したり作曲したりしてるわけだから。思い出した、私が寝てる間に、あの詩を書いてくれてたりとか。あ、やっぱりそうでしょ、なんかそういう一生懸命な姿を私はきっと当たり前だと思ってしまってた、ところがまた間違えてるんですよ、自分は。いやだからこんな、あのいい女性やねんから早く、もう素晴らしい男性を、男性と早く、もう早く幸せになってほしい。いつ頃だっけ、私にともちゃんっていうのやめてください、カハラって呼んでくださいって言ったの。それからずっと私カハラって呼んでるんだけど、ともちゃんっていう、ともちゃんってイメージが嫌ですっていう。あっこさんに、あのカハラって呼ばれれば、みんな芸能界の方がカハラって呼んでくれると思ったので、あのあっこさんにお願いしたんですよ。だからなんで、なんでともちゃんからカハラって呼んでほしい、みんながともちゃんともちゃんって言ってる時に。そうですね、なんかともちゃんっていうのはなんかあの人も、あ、一緒か、一緒なイメージがすごくあって、でまだそんなすっぱりなんかあの恋愛が終わりましたって言って終わったわけじゃなかったんですよ、やっぱり。であれからも元気になって復活しますって言って復活しましたっていう風な、ことを報道させてもらったりとか、報告させてもらったりとかしてても、やっぱり自分の中ではなんかこうまだこう捨てきれてないところが、その中の一つにともちゃんっていう、みんなが大切に愛してくれた、大事にしてくれたともちゃん、だからなんかそれも自分の中では大切だけども、でも一人で旅立っていかなきゃいけないっていう意味では、なんかそれも一緒に行かなきゃいけないのかなって。まあでも今はともちゃんって言われても別に平気でしょ。平気なんですよ、ね、もう年齢的にともちゃんっていう年齢じゃないのかな。そうです で十分ですよ。じゃあ間取ってトモさんって言うの。トモさん、いやなんか怖い。あ、お前がいたんだ。いますよ、いますよ、忘れてた。それでは幾多の試練を乗り越えてすっかり元気になりましたともちゃんに思いを込めて歌っていただきたいと思います。ではこちらのセットお願いします。どうもありがとうございます。続けて
うございました。ありがとうございます。僕らまた、ね、当時とは違った気持ちでこの曲を聴かせていただきましたね。今日が一番なんか失礼だけど心に染みた。あっこさんにそう言われて、私はすごく嬉しいです、ありがとうございます。なんとなく一番I'm proud 今までで、カーラ今までの歌の中で一番良かった、ありがとうございます。頑張れ頑張れ。頑張ります、そして審査員の採点は見事全員がボロボロに投票。それではそんな田原智美さんにアメリカの詩人ホイットマンのこの言葉をお送りいたします。寒さに震えた者ほど太陽の暖かさを感じる。どうもありがとうございました。ありがとうございました。田原智美さんでした。どうもありがとうございました。